沖電インフォマーシャル。沖縄電力からのお知らせです。突然電気が消えてしまった、そんな時はどうしたら？まずはブレーカーをご確認ください。ブレーカーを操作しても停電が解消しない場合は、沖縄電力ホームページにて停電に関する情報をご確認いただけます。今回はその閲覧方法についてご紹介します。まずはトップページの停電情報を選択します。次にバナーを選択します。北部、中部、南部などに区分けされた地図からお知りになりたい市町村を選択します。すると選択した市町村の停電情報をご確認いただけます。さらに詳しい地域の情報をお知りになりたい場合は、停電区域から地域を選択します。すると各地域の停電区域、停電個数、対応状況、復旧見込みをご確認いただけます。対応状況に応じた現場での作業工程はこちらをご覧ください。停電に関するお問い合わせはお電話のほか、台風などの災害時には停電問い合わせサービスもご利用いただけます。なお、沖縄電力の停電情報はスマートフォンはもちろん、パソコンやタブレットでもご覧いただけます。詳しくは沖縄電力ホームページをご確認ください。沖縄電力。